小野田議員の注意喚起。SNS で、小野田を応援するとの名目で活動し、寄付を募るアカウントがあると報告を受けております。ご注意ください。ガネットで話題。内容はこちら。小野田議員が、自身の名を使った偽寄付活動に注意を促しているようです。では、小野田議員の発言を見てみましょう。小野田きみ、参議院議員、岡山。SNS で、小野田を応援するとの名目で活動し、寄付を募るアカウントがあると報告を受けておりますが、小野田事務所は一切関与しない無関係のアカウントです。私は寄付を受け取らないというポリシーで活動をしておりますし、小野田の名を使ったアカウントに対する寄付などはしないようにご注意くださいませ。これは、騙される人が多くいそうな気がします。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。了解しました。拡散させていただきます。私も知りませんでしたので。小野田きみ参議院議員は、寄付を受けないということは、応援している人の多くは知っているはずです。私はそういうアカウントを見たことありませんが、注意喚起の意味で拡散させていただきます。次から次へと変な輩が出没しますね。騙されないように注意します。ありがとうございます。みんなで拡散しましょう。次はこちら。そりゃ悪質だ。アンチがやってるんでしょうね、きっと。左巻きのやりそうな卑劣な手口、だと思う。気に入らんから足引っ張ってやろう、ってアカウントですね。敵対勢力の謀略かもしれませんね。小野田さんのような将来の閣僚候補の目を早いうちに積んでおこうという陰謀の匂いがする。小野田さんに不正な献金があったってやりたいんでしょうかね。不届け千万な輩が。小野田議員の名を使い寄付を募るアカウントを見つけたら即刻通報しましょう。次はこちら。そんなにいるんですか。ひどいですね。犯罪の匂いがプンプンしますな。許せんな。よりによって、小野田きみの名前を使って、寄付金詐欺を行うなんて。小野田さんの名前を使って、寄付を募り、それを私的に流用する輩もいるかもしれませんね。つまりそれは、小野田きみを語った寄付で詐欺をしてる、ってこと？多くの日本国民に支持されている小野田議員ですからね。おそらく、寄付を募れば集まると考えての詐欺でしょう。最後はこちら。注意喚起。小野田議員に限らず、誰かの名前を使って寄付を募るアカウント等は、先にご本人様に確認を取ってから寄付等を行った方がいいかもしれません。皆様くれぐれもご注意を。それはそれとして、議員が寄付を募ることとかあるん？赤い羽の件もありますし、募金の際は十分に調べてから行う必要がありますね。結論。多くの日本国民に支持されている小野田議員が寄付を募れば、小野田議員を支持する一定数の人は騙される可能性が高いと思います。おそらくその詐欺師は暇そらしへの寒波を目にし、そしてそういった小野田議員の人気に目をつけ、小野田議員を応援するとの名目で寄付を募れば寄付が集まると踏んだのでしょう。とにかく、小野田議員の名を使い、寄付を募るアカウントを見つけたら、みんなで通報しましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。